なりたいチャンネルです。二次創作影の実力者になりたくて、アディション序南の層が出てるってよ。第25話、これまでの登場人物、高評価、チャンネル登録お願いします。朗読を始めます。影の実力者になりたくて、影の実力者になりたくて、アディション序南の層が出てるってよ。第25話、これまでの登場人物、シド、影の王、シャドウ、モブ系主人公、狂人、スーパーアバーサーカー、聖剣の担い手、魔性の男、ドラゴンクエストに挑むもサキュバスに負けた勇者、ヘラクレスといった清四五王で知られる英雄と同等の勢力と女を腰砕けにするテクニックを持つ、努力型の地位とほぼ最強、前世で得た格闘術、剣術を実践を繰り返したことにより同格のものでないと戦いにならない、なので強者や主人公キャラの登場を待ち望んでいる。鋼鉄並みの肉体を持っているが、内臓はほぼ生身なのでよく胃に穴が開く。強人ではあるが悪人ではないので、身近にいる人を見捨てることはない。悪人や他人を侮辱したり、努力をバカにする者には容赦しない。かなりの天然であり、ずれた感性を持っている。天然だが高い洞察力を持っていて、相手の悩み等を見抜くことができる。アレクシアが前世の自分と同じく理解されていないことに気づき、彼女にとって必要な言葉をかけ、無意識のうちに攻略してしまった。女性に押し倒されても拒絶しないのは、前世で誰にも理解されなかったことから、自分を求めるのなら理解してあげたいという気持ちがあり、よほどのことがないと拒絶したりしない。女に都合良すぎる存在である。無自覚な女たらし。オトンの紳士の心得、笑いのため、基本的に嫌われることもなく、いい人止まりで終わるはずが、中性的な顔立ちかつ童顔なので、そこそこモテる。甘やかされている自覚があり、ただ与えられるだけでは情けないと思い、誰かが甘えてきたら甘やかすようにしている。甘やかされた女はズブズブと沼にはまっていく。本人がなかなかの際物なので、集まってくるのも同類である。例ヤンデレ金髪エルフ、自称可憐なエルフのお姫様、腹黒ツンデレチョロイン王女、囚われのお姫様系タテロール王女、ブラコン束縛姉、ストーカーケルベロス、エトセトラ。自分と肉体関係のある女性は家族として、異性として愛情を持っている。逃げるのを諦めた理由は、どこに逃げたって無駄だと悟ったから。どうでもいいことだが結構 S、 エルフの敏感な耳を舐めたり甘噛みしている。アルハ制裁、自称金髪エルフ、依存系ヒロイン、悪魔付きから救われたことで惚れる。シドの童貞を食べた女、シドに何度も甘やかされたことで念入りに脳を焼かれている。そこまで嫉妬深いわけではなかったが、シドが寮内の女性と仲良くなったことで嫉妬し、アジトに連れ込み捕食した。以降は近づく女すべてに嫉妬しだす。結果ブラックホールの力に目覚めた。あくまで制裁は自分だと思っているので、水面下で争っている。女が増え続ける状況に危機感を覚え、シドに首輪をつけてどこにも行かないように飼うべきか悩んでいる。ジョージの時には受け身だが、知らない女と一緒にいた時などの後は攻めに回る。シャドーガーデン以外のヒロインへの反応、アレクシア、身分以外取り柄のない女、ローズ、私より先に会ったからといって調子に乗るな、シェリー、その身長でどうしてそこまで大きいのよ、クレア、フグ大天の敵、制裁は私、ベアトリクス、血のつながりなのかしら、ベータ、自称可憐なエルフのお姫様、腹黒系ヒロイン、胸部の攻撃力はシャドウガーデントップ、シドから影の英知として教えられた物語で生計を立てている。自作小説ではなくパクリの小説の方がよく売れる。誇らしく感じる一方で力のなさを感じている。自身の欲望を詰め込んだ少女漫画もどきはガーデンだけではなく世間でも大人気。主人公は金髪で泣きぼくろの可憐で弱々しいエルフ。
イプシロンと胸のサイズで争っている。シドを理想の王子様と思っており、自身の理想を押し付けがちだが、シドが無自覚に理想を叶えているので、シドへの株がうなぎ登りになっている。理想を叶えてくれるシドに脳を焼かれている。アレクシアのことが嫌いだが、ただの同族嫌悪である。ジョージの際は受け身で、覆いかぶさられたり後ろからされるのが好き。支配されている感覚がいいらしい。少しマゾ。シャドーガーデン以外のヒロインへの反応。アレクシア、ビマルチ。ローズ、夢を奪った悪女。シェリー、チョコをもらっただけでいい気になるな。クレア、お姉ちゃん、って呼ばれてずるい。ベアトリクス、強すぎる一族。ガンマ、黒髪清楚エルフ、蜜着系ヒロイン。三つ星商会の会長。シドに抱かれるために開発した下着が爆売れしたことにより、婦人層からの支持を獲得。シドが金欠であることを知り、会長としての役員報酬の半分を将来貢ぐために貯金している。金額は中位貴族の資産並み。シドのことは英知の持ち主だと思っており、叶うわけないと思っているが、実際はガンマの方が上回っているのに気づいていない。ジョージの際は受け身、優しく抱かれるのと激しくされるのを繰り返すのが好き。尻は使ったことはないが、かなりのマゾで、同僚たちには言えないことを言われたりやったりしている。シャドーガーデン以外のヒロインへの反応。アレクシア、検閲済み。ローズ、そんな人いましたか。シェリー、手作りでもない既製品で喜ぶなんて哀れですね。クレア、羨ましい。ベアトリクス、気のせいですよね。アルファ様がもう一人いるなんて手強すぎます。イプシロン、自称スタイル抜群のエルフ、妄想系ヒロイン。幼児体型をごまかすために、あらゆる部分をスライムで持っている。魔力の扱いに関してはアルファに並ぶが、胸の制御で戦闘力がガタ落ちしている。魔力で作った疑似神経を通しているので、胸の感度は本物と変わらない。シドにはスライムのことがバレているが、指摘されないのでまだ大丈夫だと思っている。ほぼ毎日天然と偽物の争いを言ってマウントを取ることで勝利するが、言いようがない虚しさを覚えている。作曲家として有名だが、ほとんどは偉大な作曲家たちの作品のパクリ。ベータと同じクリキのなさを感じている。カイとオメガに偽父がバレた時には、秘蔵写真を渡すことで黙らせた。ジョージの際は受け身、感度の高い疑似神経を作り出したことで全身の感度が上がり、次の日にはまともに歩けたことはない。快感のあまり何度かスライムの制御を失っているが、意識も飛んでいるので、ただ快感を感じ続けている。シャドーガーデン以外のヒロインへの反応。アレクシア、主様をたぶらかしたクソ女。ローズ、検閲済み。シェリー、負けてない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 。クレア、負けて負けて、うん。ベアトリクス、デルタ、ハーレム希望の獣人、ワンコ系ヒロイン。七影の中でも抜群のプロポーションを持っている。頭の中が5歳児レベルなので、話が通じない。話をするときは同じレベルで話さないといけない。力こそパワーという典型的な獣人で、自分よりも弱い者には従わないが、強者には従う。二つ名が暴君であり、その戦闘スタイルは周りを気にしない力任せで、死体は身元が確認できないほど無残なものになる。現在指導を頂点にした国を作ることを計画中。内容は強い女を集めて子供を増やす、ただそれだけ。ジョージとは言えず、ほとんど獣の交尾、雄たけびを上げ、シドに噛みついたりひいたりしている。一番体力があるので一番長く抱かれる。シャドーガーデン以外のヒロインへの反応。アレクシア、ザコ。ローズ、ザコ。シェリー、なんかゾワゾワするのです。クレア、嫌い。ベアトリクス、アルファ様が二人いるのです、変なのです。ゼータ、メス猫、クール系ヒロイン。クールで落ち着いた見た目だが、シドの前では猫そのもの。獣人では珍しく頭がよく理性的ではあるが、性欲には正直。シドにかなり依存しており、
崇拝の領域に達している。諜報の他にも珍しい食材の調達、流通の調査などを行っている。その過程で精力剤の材料を集めていた。スペックが高く見ただけで模倣することができるが、飽き性のため一芸を極めるといったことはほとんどない。服装はほぼ知女と言ってもおかしくない。わらわ丸を殺すセーターなどの刺激の強い服装。常時の際には主導権を握ることも多い。 S よりだが最近はわざと尻を狙い指導を怒らせてお仕置きプレイにはまっている。主導権を握ってから負ける感覚がたまらないらしい。シャドーガーデン以外のヒロインへの反応。アレクシア、コマルス、ローズ、頭を殴れば記憶がなくなるって聞いたけど試してみようかな。シェリー、味方になるんなら少しは認めてあげてもいいかな。クレア、抱かれたことがないってことは異性として見られてないじゃん、笑える。ベアトリクス、似ているのは気のせいだよね。イータ、マッドサイエンティスト、ダウナー系ヒロイン。影の英知の発展のためなら犠牲は厭わない。仲間でも実験をするアルジニベータが被害者。シドのわずかな知識から様々なものを生み出した天才。シドの聖剣と横島竜が暴走するきっかけを作った張本人。イータの辞書の中に失敗や学習という言葉はあっても反省はない。研究以外のことには興味がなく、日常生活すらだらけ切っており、食事はただの燃料補給だと思っている。シドに甘える時だけは全力。末っ子キャラで大抵のことは仕方ないで許されているが、予算の使い込みは許されていない。常時の際は受け身で特に好きなプレイはないが、最近ゼータと同じお仕置きプレイにはまっている。マゾで攻められるのなら何でもいい。シャドーガーデン以外のヒロインへの反応。アレクシア、実験してやる。ローズ、実験してやる。シェリー、同志。クレア、検閲済み。ベアトリクス、シグマ、ラムダ、リアル、ハートママルン、軍曹、乙女系ヒロイン、元軍人、現在はシャドーガーデンの新人育成担当、ダークエルフ。軍人時代にもそういったことに興味を持っていなかったが、シドと出会い女であることを自覚。シャドーガーデンで並ぶもののない乙女力を持つ。シドに依存はしているが、七影のような嫉妬や独占欲などはなく、英雄色を好むという言葉に寛容であり、あれだけの男なのだから女が集まるのは当然だと思っている。嫉妬はするが、少女のような構ってほしい程度である。シドに抱かれても七影から何も言われなかったのは、側室枠として認められていたから。当時依存しそうになっていたので、自分には似合わないメイド服を着て突き放してもらうつもりだったが、ギャップの差にやられたシドがバーサーカーになっただけで失敗に終わった。以降は七影の手が空いていない時にシドを甘やかすようになる。普段は厳しい教官だが、シドを甘やかす時は際限なく甘やかすので、鋼鉄の理性、笑いを持つシドだから耐えられているが、他の男であればまだ鬼されている。常時の際は受け身、筋肉フェチであり、特に胸板と腹筋が好み。求められればいいと思っていたが、メイド服を着てからは主人とメイドのいけない関係、集中プレイにハマっている。なかなか業が深い。コスプレ趣味がバレた時には、丸一日部屋から出てくることはなかった。シャドーガーデン以外のヒロインへの反応。別に何も言わん、あれほどのお方なのだから当然のことだ。だが、あの方をもてあそび傷つけるのであれば許さん。ニュー、変装の達人、サディスト、ストーカー系ヒロイン1。元貴族令嬢であり、本来なら学園の2年生。貴族の義務や親の期待に応えようとしていたので、恋愛感情といったものが希薄だったが、シドに出会った時初めて情欲を抱いた。以降は補佐という大義名分のもとストーキングをする。目の前で様々な女とイチャつくのを見せられて、プツンと理性が切れてしまった。シェリーに嫉妬しなかったのは、ただの小動物にしか見えなかったから。シドの学園でのイチャイチャを盾に脅迫、交渉しデートをする。胸の感触に耐えているのを見て楽しんでいたが、手を出されなかったことには悔し涙を流した。
ガンマの許可が出たのでジョージに乱入し指導を食べた。七影の許可を得ずに関係を持ったことで絞られたが反省はしていない。お姉ちゃん、呼びには血を吐いた。ジョージの際にはほとんど主導権を握っているが、最近は負けるのにはまり、 S と M の間で揺れている。シャドーガーデン以外のヒロインへの反応。アレクシア、身の程を知れ。ローズ、コマルス、シェリー、イータ様と一緒なんですよね。なら関わらないのが一番です。クレア、私もお姉さんと呼ばれてますよ。ベアトリクス、カイ、男装の霊人、ストーカー系ヒロインに、元貴族であり、ベガルタ七部剣の一人だった。少し天然で時々ずれた発言をする。いわゆる男装の霊人であったため、男性よりも女性との交流が多く、男性のような振る舞いが多かったが、シドと出会い女の部分を自覚した。シャドウとしての凛々しい表情とシドとしての幼い少年の表情のギャップの差に脳を焼かれてストーカーになる。目の前で様々な女とイチャつくのを見せられてプツンと理性が切れてしまった。シェリーに嫉妬しなかったのはただの小動物にしか見えなかったから。ニューの真似をして脅迫、交渉しデートをする。我慢しているのは分かっていたので近くの連れ込み宿の場所を確認していたが、手は出されず悔し涙を流すことになった。ニューと共にジョージに乱入、シドを食べた。七影に絞られたが、触った腹筋と胸板の感触を思い出していた。お姉ちゃん、呼びであまりの尊さに浄化され昇天しかけた。中性的な顔立ちとしっかりと鍛えられた肉体のギャップで性癖を破壊され筋肉フェチになった。ジョージの際は受け身、筋肉フェチであり特に胸板と腹筋が好み、最近は鎖骨や肩周りや二の腕を甘噛みするのが楽しみになっている。病んで出のくせに壁ドンをされると乙女のような反応をしてシドの理性を吹き飛ばした。シャドーガーデン以外のヒロインへの反応。アレクシア、検閲済み。ローズ、検閲済み。シェリー、実験台にされたくないので今後は関わるつもりもない。クレア、癒やしい女。ベアトリクス、さすがはシャドウ様。オメガ、ショタコンエルフ、ストーカー系ヒロイン3。元軍人、ダークエルフ。軍人時代は任務を淡々とこなすだけで感情などは持ち合わせなかったが、シドと出会い自分が女であることを自覚。シドの中性的な顔立ちと幼さの残る表情に脳を焼かれ、性癖が歪みショタコンになる。このショタコンはシド限定で発動するものであり、他の年下は性欲に振り回された猿にしか見えないそうで、ナンパされた際には男の尊厳をズタボロにする。私は身の丈に合った願いを持つべきだと思うんだ。身の丈に合わない欲を持ったりするといいことにはならないからね。あ、別に君たちのことじゃないよ。被害者2名。同僚2人の真似をして指導、脅迫、交渉してデートをする。2人に散々じらされたのだから期待していたが、手は出されず悔し涙を流す。ガンマの許可が出たのでジョージに乱入し指導を食べた。七影に絞られている最中もずっとシドの寝顔が浮かんでいた。お姉ちゃん、呼びでさらに脳を破壊されより病んだ。ジョージの際には受け身であったり攻めたりと立ち変わっている。自分の声をシドの情欲を煽ることに利用して玉に取ろうとするが、煽りすぎて負けている。シドの寝顔が好きなので寝ずにずっと眺めているので、次の日は寝不足だが、寝顔を見たことで異常なほど元気になっている。シャドーガーデン以外のヒロインへの反応。アレクシア、コマルス、ローズ、検閲済み。シェリー、小動物だと思った私が間違いだった。クレア、欲しい、こいつの記憶が欲しい。ベアトリクス、シャドーガーデン以外のヒロイン。クレア、ブラコンお姉さん、束縛系ヒロイン。シドからは、あれは人ではない、姉という新種の生き物と言われている。首絞めのプロ、意識は奪わず相手を苦しめるほどの絶妙な手加減ができる。高い洞察力を持っており、シドが実力を偽っているのになんとなく気づいている。本気を出さないことに怒っている。アレクシアが腹黒なのも見抜いている。
幼少期からブラコンで屋敷のメイドと話しているだけで不機嫌になる。学園に来てからは他の女との時間が増えたことでさらに不機嫌に。女受けする顔立ちと性格を誇らしく思う一方で自分との時間が減るのは許せない。獣人並みの嗅覚でシドに何人もの女の匂いついているのが気に入らない。シドの童貞は自分のものだと思っており、もし他の女で捨てようものなら容赦なく監禁するつもりでいる。すでに鎖と魔封じの枷を用意している。童貞でないことには気づいていない。虎視眈々と制裁の座を狙っている。すでに母親と話をつけており、あとは父親だけ。文句言うのなら殴るつもりでいる。学園ヒロインへの反応。アレクシア、クソ女、ビンマルチ、よくも弟をもてあそんだな。コマルス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 。ローズ、インラン、メス犬、弟を惑わすな。検閲済み、検閲済み、検閲済み。シェリー、友達ならいいのよ。友達なら、ね。アレクシア、王女、チョロイン、ツンデレ系ヒロイン。わずか数ヶ月という期間でシドに落とされたチョロイン。シドにチョコをもらえなかったことに怒ったり、食べさせたりとヤンデレとツンデレの間で揺れている。友達が欲しかったのではなく理解者が欲しいと思っていたところに、女に都合の良すぎる男が現れたことによりトゲトゲしい性格から落ち着いた性格に変わった。シドもシャドウも両方の面で好意を持っている。数少ないシャドウガーデン以外でのシドの理解者。ベータが嫌いだがただの同族嫌悪である。誘惑するための下着を買ったもののやっぱり恥ずかしいので踏み出せない。学園ヒロインへの反応。クレア、気持ちはわかるけど殺意を向けないでほしいわ。ローズ、協力者よ。そう、協力者、ほんとよ。シェリー、こう言う方が男受けいいのかしら。私には無理ね。ローズ、王女、チョロイン、囚われのお姫様系ヒロイン。シドの黒歴史時代に助けられた女の一人。妄想癖があり、自分は悲劇の王女でシドのことは白馬に乗った王子様だと思っている。今までどうして生きてこれたのかわからないレベルの天然。人を疑うことを知らない。よく言えば純真無垢、悪く言えば世間知らず。学園での運命的な再会を果たしたことで少しずつ病み始める。シドが負けたのは重傷を負って戦えなくなったと思っており、恩を返すと意気込む。襲撃事件の際にシドにかばわれたことで精神に深い傷を負う。シドが生存していたことで闇が深くなり、ブラックホールの力に目覚めた。シドを女神の試練にエントリーしたのは自分の婚約者としての実績を積ませるため。アレクシアと協力するとは言ったが、抜け駆けしないとは言っていない。シャドウのことは何か大きなもののために戦っていると思っているが、女神の試練を台無しにしたことは許すつもりもない。ベータとアレクシアの腹黒さを見抜けないほど節穴である。学園ヒロインへの反応。クレア、必ず認めさせます。お姉様、アレクシア、一緒に頑張りましょう。シェリー、チョコ、私も欲しかった。シェリー、元純情少女、小動物系ヒロイン。天然、感性もずれていて気にする必要がないものに気を取られる。シドからチョコをもらったことで舞い上がり、いきなり付き合うのには抵抗があったのでお友達から始めるが、もともと友達がいなかったので友達になった時から依存し始める。ギフの裏切りによって精神が崩壊寸前まで追い込まれたが、シドに助けられたことで持ち直すが依存度が上がっただけだった。一世一代の告白とキスをしたものの、乗り込んだ馬車の中では転げ回った。イータと出会ったことで純情少女からマッドサイエンティストにジョブチェンジした。イータの影響をもろに受けたので人体実験にも抵抗はない。得意なアーティファクトの研究と影の英知に没頭している。脳みそ中受訓は自信作。シドへの依存の仕方はかなり危険で、一月もしないうちに過呼吸等の禁断症状が出てしまった。イータから写真をもらうとすぐに部屋に駆け込み、5時間ほど出てこなかった。その間部屋からはギシギシと音が轟いていた。部屋から出てきたシェリーは生き生きとしていたそう。
最近はイータと共に媚薬と妊娠促進剤の研究に力を入れている。学園ヒロインへの反応。アレクシア、なんで嘘ついたんですか？なんで、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 なんで。ローズ、シード君は私のヒーローなんです。あなたのじゃありません。クレア、協力しませんか？ベアトリクス。ケンセイ、天然系ヒロイン。常軌を逸した天然。どうやって生きてきたのか不思議なレベル。名の重い人に粉かける癒やしい女。名を探す旅の途中でシドと出会う。異常な嗅覚を持ち、こびりついたエルフの匂いに気づき疑い始める。エルフの匂いに安心する。出会ったばかりの男と恋人つなぎをするなど抜けているところがある。トイレに行こうとするシドを寂しいという理由で引き止めようとする。名の脳を破壊し、さらに病ませた業の深い女。アイリス、王女、ヒロイン。紅の騎士団団長、真面目な委員長キャラ。周りからも頼られていたことから悩みを相談できずに一人で抱え込むタイプ。そんな中で学園が襲撃された際に何もできなかったことと、アルファに観客扱いされたことで病み始める。根が真面目なせいで期待されると答えようと無理をする。性格が災いし、背負いきれないような期待を背負った状態で武神祭に出場し、何もできずに地味なに敗北。シャドウに武神祭を荒らされたことに半ば八つ当たり気味に挑むも敗北。心が折れる。心が折れようじ対抗していたところでシドに出会う。今までに甘えたことも甘やかされたこともなかったので、甘やかされたことで溜め込んでいたものが爆発。しかも女に都合の良すぎる男に甘やかされたことで、大人の女性から寂しがりの甘えん坊にランクダウンした。初めて年下の男性に甘えたことから頭がぐちゃぐちゃになってしまい、妹に恋人を共有できないか遠回しに提案するアホになってしまった。その他の登場人物。アウロラ、最悪の魔女。記録が残っていないので詳細不明。元の状態の指導を知る数少ない女。ナイスバリの持ち主、シドの横島竜が反応する。ナイト様に守られるのが夢だったが、現れたのは最強のバーサーカー。ヒロインの可能性あり。オトン、影の王。影の王家の当主、笑い。地上に現れたもう一つの太陽。ダンディな装いだが、発言や行動で全て台無しになる。おかんの尻に敷かれている。時折げっそりとした顔でおかんと一緒に腕組んで歩いている。おかん、影の王。影の王家の真の支配者。普段はおっとりした女性だが、怒るとヤクザ顔負けの顔つきになる。右ストレートの伝道者。嫉妬深い性格で、オトンがエロ本を買った時には半日ほど寝室から出てこず、次の日にはツヤツヤしている。アンネロ・オゼフシアナス。フシアナさん、何から何まで的外れな発言をしている。地味なに負けたことをきっかけに、さらなる強さを求めて旅に出る。地味なの正体に気づくことはなかった。ヒョロ、ガリ。モブ、自称イケメン。小野郎はシドが原因だが、他の悪評はただの自業自得。クラスでの評判は女の敵。才能がないのにギャンブルに手を出し、負け続け勝つために借金をするという典型的なギャンブル依存症。借金を返すために漁船に乗せられる。釣りの才能はあったようで、連続で大物を釣り上げ、わずか3週間で借金を完済する。大物を釣り上げたことでプラス分が発生するも、すぐにギャンブルで溶かした。最近ナンパしたエルフのお姉さんにボロクソに言われたことで男の尊厳が折れる。ジャガ、芋。モブ、自称イケメン。ストーカーをする等の犯罪行為をして自分の評価を下げているのに、クラスでは一目置かれているシドを逆恨みしている。発言や行動にゲスさがにじみ出ており、どちらかというと怖くと、ヒョロと同じく女の敵として見られている。最近ナンパしたエルフのお姉さんにボロクソに言われたことで実家で療養している。次回は二次創作、影の実力者になりたくて、アディション第26話、チーレム系主人公ウニ俺はな、嘘嘘、
ごめんなさい。高評価、チャンネル登録、お願いします。